ダビッド・ダンジェ制作の彫刻、フィロポイメン、1837年、ルーブル美術館所蔵、フィロポイメンは、アルカディアのメガロポリスの政治家、将軍であり、アカイア同盟の指導者である。彼は8度アカイア同盟の将軍職ストラテゴスを、務め、アカイア同盟の兄弟化に貢献し、アカイア同盟に、ペロポネソス半島における派遣をもたらした。彼以古代ギリシアは、 さしたる人物を生まなかったと捉えた無名のローマ人によって最後のギリシア人と呼ばれた。フィロポイメンはクラウギスの子であるが、フィロポイメンが幼い頃に死んだため、フィロポイメンはかつてクラウギスに恩を受けたその友人クレアンドロスに育てられた。フィロポイメンはアカデミア学派の哲学者エクデモスとデモファネスによる教育を受けた。シキオン。 キュレネの選手を打倒するなど民主性を報じていた。この人たちによってフィロポイメンは民主性の精神を教え込まれた。フィロポイメンは、紀元前4世紀の手前の名称、エパメーノンダスを藩と仰ぎ、その高潔さを見習い、贅沢を慎み粗末な服装をまとい、国家に忠実に奉仕した。しかし、フィロポイメンは、攻撃的で戦すき、おまけに、 劇場家であったため、エパメーノンダスの恩惑さを真似することは叶なわなかった。クレオメネス戦争において、スパルタ王クレオメネス3世に、メガロポリスはよって占領されたが、フィロポイメンをはじめとする、メガロポリス人の交戦により時間が稼がれ、多くのメガロポリス人が、メッセニアまで逃げおせた。 この時30歳だったフィロポイメンは馬を失い、数箇所を負傷するほどの奮戦ぶりを示した。クレオメネスは彼に下ったメガロポリス人をメッセニアに使わし、アカイア同盟を脱退してスパルタの味方になるならばメガロポリス人にこのポリスを返還するという寛大な条件を示した。しかしフィロポイメンはガンとしてそれに反対してクレオメネスを弾劾し、 死者は追い返された。そのために、クレオメネスはメガロポリスを略奪、破壊して去った。クレオメネス戦争に参加したマケドニア王アンティゴノス3世は、アカイア人をはじめとする連合軍を率いてクレオメネス、率いるスパルタ軍と、紀元前222年に、セラシアで激突した。この時、アカイアの市民部隊を率いたフィロポイメンは、 イリューリア人部隊の隣に配置された。イリューリア人は早まって、クレオメネスの弟エウクレーダスの部隊に攻撃を仕掛けたが、エウクレーダスは、傭兵部隊を、イリューリア人の背後に回り込ませ、イリューリア人は逆に窮地に陥った。この時フィロポイメンは、指揮官に、これを知らせたが、青二歳と侮られて話を聞いてもらえなかった。そのため、彼は、 手持ちの市民部隊を率いて正面の敵に突撃し、これが呼び水となってやがてエウクレーダスの部隊は壊滅した。この戦考によってフィロポイメンは一躍有名を馳せ、彼の活躍ぶりはアンティゴノスの目に留まった。アンティゴノスはフィロポイメンを召し抱えようとしたが、フィロポイメンはそれを断った。一方で、この戦いが、 決定的敗北となったクレオメネスはエジプトへの亡命を強いられ、スパルタは敗戦した。紀元前221年に、フィロポイメンは戦争中のクレタに、傭兵隊長として渡って戦った。10年間後の帰国に際して彼は、アカヤ同盟の騎兵指揮官に任命された。当時のアカヤの騎兵たちは打弱であったため、彼はそれを有望な騎兵に鍛え上げた。 同じ年にフィロポイメン率いるアカイア軍は、ラリソス側で、アイトリア、エリス連合軍と戦って破り、自らの手で、敵将デモファントスを打ち取った。この勝利によって、フィロポイメンの名声は、ギリシア中に響いた。また、彼は、アカイア同盟の不評の装備を改革しもした。これまでのアカイア軍の装備は短い槍と軽く薄い、楕円形の盾であり、 これは遠距離での戦いには有利でも白兵戦においては不利で戦列は簡単に突破されていた。彼はファランクスを形成するに都合が良い競争と丸立てに変えた。紀元前207年にスパルタの選手マカニダス率いるスパルタ軍がマンティネアを攻撃した時フィロポイメンはアカイア軍を率いて向かい戦いが起こった。この戦いで フィロポイメンは一騎打ちで敵将マカニダスを打ち取り勝利した。マカニダスの死後スパルタの支配者になったナビスはスパルタの勢力拡大を目論んだ。第一次マケドニア戦争の後ナビスはアカイア同盟へとの間で戦争を起こした。紀元前201年に彼はメッセネを野襲して占領した。フィロポイメンはアカイア軍の総司令官リュシッポスに メッセネ救援を解いたが入れられなかったため、彼に従った市民を率いて向かった。これを知った、ナビスはすぐに、メッセネから撤退した。その後、紀元前199年にストラテゴスの人気が切れるとフィロポイメンは再びクレタへ渡り、ゴルティュンを援助したが、時はナビスとの戦争中だったために、彼のこの行動は、メガロポリス人の不況を買い、 追放処分を受けそうになったものの、無罪となり、彼は、クレタから帰国した。その時、ギリシア本土では、スパルタとローマとの間で戦争が行われており、紀元前193年にストラテゴスに任命された、フィロポイメンは、スパルタと海戦をしたが、海戦は不慣れだったために敗れた。しかし、その後彼は陸に上がると、敵の陣営を焼き払い、 多数の敵兵を殺す活躍を見せた。その後、ナビスが待ち伏せを仕掛けた時、地形に合わせて巧みに隊列を変えたフィロポイメンは、ナビスを帰り討ちにした。ローマと交和した、ナビスは、紀元前192年にアカイアとローマに対抗するために援軍として招いたアイトリア兵の裏切りにあって殺されたため、フィロポイメンは、この機に乗じて、軍を率いて、スパルタに向い、 スパルタをアカイア同盟に加入させた。この時スパルタ人はフィロポイメンに選手からスパルタを解放したとしてナビスの館を送ろうとしたが彼はそれを誇示してその精錬さを示した。紀元前191年にフィロポイメンの次のストラテゴスであるディオファネスは反乱の気配があるとしてスパルタを攻めようとしたがフィロポイメンはローマとシュリアが ギリシアで矛を交えている時に早まった行動は、すべきではないとしていめたが、ディオファネスはそれを聞かず、ティトゥス・クインクティウス・フラミニヌスのローマ軍と共に、スパルタに侵攻した。自分の言うことが聞き入れられずに怒ったヒロポイメンは、単身スパルタに赴き、ディオファネスとフラミニヌスに対して、スパルタ史の縄文を閉ざした。 しかしその後のフィロポイメンのスパルタへの処置は以下のように苛烈極まるものであった。スパルタ人が何らかの敵対行動をしたとして、紀元前188年にフィロポイメンはいくらかのスパルタ人を処刑して死を囲む城壁を破壊し、スパルタの領土の一部をメガロポリスに付けたし、市民3000人を奴隷に売った。この時彼は多くの人々を追放した代わりに、 かつて追放されていた赤いア同盟に協力的なスパルタ人を呼び戻した。さらに、ルクルゴスの定めた法制度を廃止して赤いア式の制度や教育を敷いた。シュリア王アンティオコス3世を下した後のギリシアにおけるローマの県政は日の出の勢いであったが、赤いア同盟がローマに対抗できると最後まで信じていたフィロポイメンは、 彼が追放した、スパルタ人の帰国をローマが迫った時に、それを拒絶するなどローマに立てついた。フィロポイメンが年70に達した頃、デノクラテスの先導のもとメッセネで、ハンやカ同盟の反乱が起こり、ディノクラテスは、コロニスという町を攻撃しようとしていた。それを聞いた時アルゴスにいたフィロポイメンは、 メガロポリスへとツ日で急行し、すぐに、騎兵部隊を率いて出撃した。彼はエ、エウアンドロスという丘の近くで、デーノクラテスと戦い、一度は敗走させたものの、敵の荒手500人がやってきた。このため、包囲されることを恐れたフィロポイメンは撤退したが、落馬したところを捕らえられた。牢獄に入れられたフィロポイメンは、毒を飲むよう勧められた。 その時彼は、リュコルタスという将軍の安否を問い、リュコルタスが逃げをせたと聞くと、あなたは、良い知らせを教えてくれた。我々は全く不幸というわけでもないようだと言い、毒を仰いで死んだ。その後、赤屋同盟は、フィロポイメン処刑の報復のため兵を起こし、リュコルタス式の下で、メッセニアを攻撃し、デーノクラテスは自殺した。 フィロポイメンは火葬され、その遺骨はメガロポリスまで、あたかも勝利の末の凱旋のように運ばれ、ルュコルタスの子で後に、歴史家として、フィロポイメンの活躍を後世に残すポリュビオスがそれに、付き添った。ありがとうございます。